と名付けられております。この海岸、夏になりますと海水浴客で大変なにぎわいを見せるところでございます。右側の島が蛇島でございます。島の中段をよくご覧ください。蛇の鱗、あるいは竜の形をした模様が出来上がっているところから蛇島または飛竜島と呼ばれております。この岩盤は白色凝灰岩でもろく、波や風の浸食によってできた天然の彫刻でございます。左側の島が比叡山城島で、昔災害があった時、この島が比叡山城を持って売買されたという伝説の島でございます。このように道具島周辺の島々は伝説、あるいは島の形を持って名付けられております。出てまいりました海が駿河湾でございます。時折大きな波が来てしぶきがかかることもございます。窓際のお客様は十分ご注意ください。なお船内は禁煙となっております。しばらくの間おタバコはご遠慮いただきますようお願いいたします。こちらが大幕海岸、または大幕岩と呼んでおります。左続きの時、沖合からこの海岸を見ますと、中腹の白い部分が大きな幕を張り巡らしたように見えますところから、この名が付けられております。前方左側をご覧ください。洞窟が3つ並んで見えております。この洞窟を高野巣洞窟と呼んでおります。昔この辺りに鷹が住んでおり、この洞窟に巣を作っていたと言われております。左上には柵がございますが、一番左の建物が沢田公園露天風呂でございます。
中岬の先端の岩が亀棒岩でございます。大きな亀が丘へ這い上がろうとする形をしており、磯釣りを楽しむ場所として親しまれております。断崖が見えておりますが、この辺り一帯が堂ヶ島でございます。よくお客様から堂ヶ島という島はどれかと質問されますが、堂ヶ島という島はなく、この辺り一帯の地名でございます。この伊豆西海岸は冬の間、西からの季節風が吹き荒れるのでございますが、長い年月の強い風や波の侵食作用によりまして、東北地方の松島と並ぶ美しい海岸線が作り上げられております。ところから象島の名で親しまれております。左の方に長く突き出た暗礁が鼻に当たり、小さな2つの洞窟の右側が足、左側が牙でございまして、象さんが座っている姿にそっくりでございます。上の方には目や耳の部分もできており、岩肌や姿形がよく似ております。この象島の尾の部分から対岸の浜までが瀬浜海岸でございます。この海岸、干潮になりますと幅約30メートルの浜が出来上がり、足を濡らさずに三四郎島に渡ることができますし、また満潮時には水面下に隠れてしまい、その上を小さな船が自由に往来することができます。このように
浜の両側から波によってできる海岸を人文釣りで指すと申しまして、浜の橋立てや博多の海の中道がその例でございますが、磯の海岸は珍しく、さらに潮の干満によって浮き沈みする浜は極めて珍しいものでございます。この現象をトンボロ現象とも言いまして、昭和58年9月には県の天然記念物に指定されております。瀬場の渡るには引き潮において道には思いも届きやせぬと動物魔法歌にも歌われており、磯遊びには格好の場所でございます。前方の山が天草山と申しまして、その下に天然記念物の洞窟がございます。これから洞窟の中にご案内いたします。これから通ります水道、それに洞窟内は非常に狭くなっておりますから、手すりや窓から手を出さぬようお願いいたします。また波の跳ね返しがありますので十分気をつけてください。入ってまいります水道が川越水道、右側が川越島でございます。この島も以前陸続きであったものが波の浸食で離れ島になっております。左側に加山雄三さんのミュージアムのほか、レストランウィーン、伊豆最大級のお土産売り場などお楽しみいただけます。コーヒー無料サービスのおくつろぎコーナーなどもございますので、旅の思い出にぜひお立ち寄りください。